皆さんこんにちは、川口春奈です。ハーチャンネルの時間です。また突然新企画なんですが、川口英語を喋れるってよ、イエーイ。はい、喋れないんですけど、簡単に言えばちょっと英語を学ぼうじゃないかっていう企画なんですけど、本当にね、お恥ずかしながら全く喋れもしない、書けもしない、理解もできないので。とはいえ旅行は好きなんで、まあ、海外行くことも多いんですけど、困るのに勉強したくないっていう感じだったんで、ちょっと今回は、まあそうだな、目標を立てることで言えば、海外行った時に日常会話とか、あとはなんか予約とかそういうものをスムーズに取れるようにと、あと私あれなんですよ、すごい引っかかるんですよ、空港で入国審査でしたっけ。あの時になんかすごい言われて、もう全然意味が分かんないから、1時間とか2時間とか捕まることが多いんで、なんかそこのやり取りとかも含め、まあ、ちょっとできるようになりたいなっていう目標を掲げながら、これから英会話お邪魔していきたいなと思っております。はい、ということで今回お世話になるイムラン先生です。 Hello everyone, hi. Okay, so should we get started? Okay. Yes, okay, okay. All rightでは頑張ってみましょう。よろしくお願いします。 OK、 じゃあまずはレベルチェックしましょうか。英語のレベルチェック、はい、やべえ、はい、英語は今勉強全くしてないですか？してない。 OK、はい、海外旅行は好き。好き、割と行く。 OK、OK、That's good. All right. じゃあ今から質問するので、日本語で答えるかのように英語で答えてください。はい、OK? All right. First question、 What do you do for a living? もう一回、What do you do for a living? Tokyo. What do you from? Living? Yes. Living ってどういうこと？住んでる？ No. 長崎？ No. もう一回。What do you do for a living? どういうこと？ What do you do for the living? Living ってなんだ？ OK、とりあえず、What do you do っていうのが、お仕事何してるんですかっていう質問なんですね。はいはい、で短く言うときは What do you do? って聞いて、はい、ちょっと長めにすると What do you do for a living? 生きるために何してるんですかっていう質問になります。Java とかじゃないですか？ Java 使わなくはないんですけど、だいたい What do you do? か What do you do for a living? を使うんで、はい、だいたい聞かれるとしたら、ネイティブに聞かれるとしたらこっちなんで。アクトレス。 OK, 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 OK,YouTuber. Very good. Okay. Second question. Hi. Okay. What do you do on the weekends? Weekend. Yes. お休みの日に。Yes. Very good. Yes. なんていうの? Cooking? ドッグラン。ああ、ドッグラン。Okay, okay. 超恥ずかしい、これ。Okay. バカ丸出しないです。Okay, okay, okay. ドッグラン。犬と散歩。Okay. Okay. なんて言うんですか？ I go on a walk. I go on a walk. With my dog. I go on a walk with my... Okay. Walk. Walk. With my dog. Okay. それが I walk my dog が一番短くて簡単で。I walk my dog. Yeah, very good, very good. Walk my dog. はい。Okay, that's good. And what kind of food do you like? Spicy food. Oh, spicy food. And sushi. A sushi, okay. なんていうの？ Mm-hmm. 焼肉。焼肉？ Okay. Korean barbecue? Yes. Yeah, okay. Thai food も好き。Okay, oh, you like a lot of different food. You like a lot of different food. ラード？ You like a lot of different food. その他？何が好き？いろんなものが好きですね。難しい。Okay, that's good. That's good. はい。一つずつ。こういう意味だと分かっていけば、それを積み重ねていけば話せるので、はい、大丈夫です。OK。And, let's see. What did you have for breakfast this morning? Bread. Oh, bread. OK, very good. トリュフブレッド。トリュフ really? Truffle bread? Oh, OK, very nice. Every morning? No. No, just this morning. Sometimes. Sometimes. OK, very good, very good. OK. Oh, そんなに悪くないですね。ですか？ Yeah, yeah, yeah. A, B, C, D, E.でランクするとして A が一番良くて、E が最低だったら D。 いや、だいぶ下ですよ。だいぶ下だけど最低よりはもう全然最低は免れた。そうですね。中学生でも中学2年生ぐら
3年生でもいけるかもしれないぐらいです。OK? OK, that's good. 何をまずは学びたいですか？まあなんかそのシチュエーションで、まあ、旅行も行くし、うん、お仕事で海外も行く機会があるので、うんまあ、例えば店員さんとか、うん、レストランの人との日常、うん、okay, okay. あとさっきも言った予約の取り方。 OK, OK. 結構多いのがオーダーしたけど伝わらなかった、うん、注文聞かれてるけど分かってなかったっていう場合もあるので、はい、OK、じゃあまずはレストランでのシチュエーション、レストランで注文どうぞとか、うん、注文 何にしますか、うん、って聞かれるんですけども、うん、それは英語で何て言うでしょう、何にしますか、店員さんから聞かれる場合、yeah. R から始まります。 Are you ready? Are you ready?To order, yeah. だいたい Are you ready to order? って聞かれます、はい、OK? でこれ発音わかんないとちょっと聞き取りづらいので Are you ready to order? Oh, very good, very good, yeah. Are you ready? ここまで一回一人で言ってみましょうか。 Are you ready? Are you ready? Very good. To order. To order. Yeah. で To は軽くでいいです。To ぐらいでいいです。 Are you ready to order? Very good, very good. OK でそうすると、この発音がわかると言われた時にすぐピンとくるんですね。で発音わかんないとなんか早くてよくわかんないってことになっちゃうので、なるべく発音を重点的に覚えて、発音とフレーズを覚えておけば基本的には聞き取れます、はい、OK、right. じゃあ Are you ready to order? って言われて、うん、なんて返しますか？ Yes Yes, OK, very good Yes じゃあ前回注文したもの覚えてますか？じゃあハンバーガーと、okay. オレンジジュースと、うん、アサイボール。オッケー。Okay. そしたら、注文するときって何つけました？その食べ物の前に何かつけました？ Can I have? Okay, that's good. Can I have? Can I have orange juice? Okay, very good. で、僕らがよく使うのは I'll have. I'll have. Yeah. 私は何々しますっていう意味で、これが will なんですね。I will. いや、学校で習った will なんですけど、じゃあ私は何々しますっていうじゃあっぽいときは will を使うんですよ。Yes, I'll have. Yeah, I'll have 何々です。で、自分が、頼むものを言います。I'll have the なんとかハンバーガー。うん。With orange juice. うん。And acai bowl. Acai bowl. うん。Okay, that's good. Acai bowl. はい。で、大体海外の、特にアメリカのレストランに行くと途中でウェイターが来るんですよね。うんうんうん、いや何て言われました？途中で、あ、食べてる時、食べてる時に美味しい？大丈夫？あ、ベルベルベル、いやいやいや、何て言ってるんでしたっけ？あ、でもいろいろあるんですけど、うん、一番よく聞かれるのが、Is everything Is okay? Yeah, is everything okay? とか、Is everything alright? うん、でよく聞かれます、うんうん、で全部大丈夫ですか、うんうん、okay, so、All right, 大丈夫です。 OK も一緒です。 Is everything OK? Is everything all right? なんて答えました？ OK OK Yes OK, yes, OK, is everything all right? Yes で、例えばこういう時によく使うのが We're good 一人以上だったら We're good、うん、で、一人だったら I'm good、うん、で、OK が大丈夫とかなんで、もう少しこういい印象を与えたいんですよ、うん、いや、すごくいいですよっていう印象を与えたいんで、そういう時は Good を使います、うん、OK?、はい、OK, alright で、一応発音いってみましょうか。 Yes We're good. We're good. Yeah, that's very good. OK, で、あとよく聞かれるのが他に何かいりますか、まあ、何かあるでしょう。なんだろう。Do you need anything else? はい。Okay. Do you need anything else? 他に何か必要ですか？はい。で聞かれるのはこれもいらなければ I'm good。I'm good。か We're good。Okay. I'm good か We're good。Do you need これ絶対聞かれますよね。でもこれ意味わかんなくて、yeah. うん、Yes とか言って。ああ、いるのみたいな感じで聞かれて、いらないとかって思ってそういうことなんですね。早すぎてもう。そうなんですね。で、英語の発音って基本的には全部つなげて言っちゃうんで、僕たちは。
you need anything there? Oh, very good. Yeah, yeah. で、つなげて自分で言ってると、つなげて言われたときにちゃんとわかる。ピンとくるんで。Mm-hmm. Okay? なんか発音もセットで覚えておいてください。Do you need anything else? Very good, very good. That's good. Okay. I do. これいらない場合は？あ、他に。これがいらない場合です。あ、そっかそっかそっか。いる場合？なんか他に追加したい場合。Can I have? あ、Can I have? Yeah, yeah.何もらえますかみたいな感じになるんで、Can I have more wine? もう一杯。Can I have another glass? Another glass of wine. Another glass of wine. Yeah. Okay. じゃあ言ってみましょう。Can I have あれで全部つなげて発音してください。Can I have another glass of wine? Okay, very good. ここもちょっと glass of. Glass of wine. Yeah, that's very good, very good. Glass of wine.Can I have another glass of wine? Very good, very good. もう常に英語はつなげて発音してください。OK? はい。OK, alright. じゃあ他には空港で入国管理、入国審査。入国審査でまず何て聞かれるでしょう？何してるの？ Oh, very good, OK, OK. さっきの話で、What do you do?、Okay. で、入国審査と What's your job? とか、うん、What's your profession? って聞かれるかもしれないので、Job か Work、Profession って、うん、多分入ってると。Profession. Yeah, profession も一応仕事、職業っていう単語なんですね。Profession, job, work もいろいろあるんで、ですけど、まあ、実際には What do you do? か What do you do for a living? が最初のレベルチェックの質問です。なんか今何してるの？今これ何してるのは何て言うんですか？仕事じゃなくて、What are you doing? Very good. What do you do? で、仕事だったら What do you do?What do you do? What do you do? Yeah. になるんで、現在形なんです。はい、進行形。OK? はい。なんか、何日いるの、うん、どこ、ホテルどこ、うん、とかもうわからない。OK, OK. So, where are you staying? うん。そんなこと聞かれたってわからないよ。いやいやいや、そう。Where are you staying? じゃあ、一緒に言ってみましょう。で、自分が同じように発音できると聞こえるんで。はい。Let's try. Where are you staying? Why are you staying? Where are you staying? Where are you staying? Very good, yeah. Where are you staying? Yeah. Where are you staying? Okay, very good. はい。で、答えるときは I'm staying at the なんとかホテル。I'm staying at the なんとかホテル。Yeah. Staying... よく泊まれるホテルありますか？ Ace Hotel. Ace Hotel, okay. I'm staying at the Ace Hotel.Stay じゃなくて ing は何、yeah. あこれは I'm staying は泊まるんですっていう未来の話をするときに、うん、be going to と will と進行形も使うんですね。うん、で大体も決まってるときは進行形使っちゃうんで。じゃあ今日やった今やった表現をやばいやばいぞ覚えました。やばい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 ぞなんだっけレストラン。ウェイターが言うフレーズ。先生なんでホワイトボード。Are you?Ready? Are you ready to order? Very good. はい。Okay. 最初に出るのは分かるんで。Are you ready to order? Okay, very good. これください。I'll have... Very good. I'll have... acai bowl? うん。ビールが先に来たのさ。あ。ちょっと、I'll have... hamburger?And acai bowl with oranges. Very good. Yeah. Perfect. そして、どこに泊まるんですか？ Are you staying the hotel? Where? Oh, very good. Where? あなたはホテルですか？もうやだ。恥ずかしい。この時間恥ずかしい。どこに泊まるんですか？ Where are you staying the hotel? Where are you staying? Yeah. Very good. Very good.Where are you staying? Uh-huh. Okay. I'm staying. Mm-hmm. I'm staying at the Ace Hotel. Okay, very good. Perfect. Okay. はい。じゃあ今日はこれぐらいにしましょうか。はい。Okay. 終わりました。初回なんでね、こんなもんでしょ。もう本当にきっと多分この時間はお見苦しい時間だと思うんですけど、とりあえずちょっと。今回はこういう感じでありがとうございました。ありがとうございました。D ランクを、はい、C ぐらいで、はい、もう全然いけますね、うん、特に良かったなと思ったのが発音が
意外に良かったです、あの受け答えの割に発音が綺麗っていうあ、ディスられた、はい、なのであの発音が結構できてると伸び早いんですよ、あ、そうなんですか、いやいや、OK、じゃあ一緒に頑張っていきましょう、ありがとうございます、OK、Thank you very much。から行きます。痛いある方だよね、きっと。うん、まあ、肌の状態により。